日本の知識人というのはなんで国民から支持されないかわかりますか動画をご覧いただきましてありがとうございます。新長家でございます。えー、知識人という方がいるんですね。で、この知識人というのはまあ、普通よりまあ、知識、見識、学識を持っていらっしゃる方でいらっしゃるわけなんですけども、だからまあ、頭のいい方ですね。えー、まあ、大体大学の先生だとか、まあ、一部のジャーナリストだとか、あ弁護士さんだとか、まあ、そういうような人たちをまあ、言うことなんですけども、 えこういう人たちっていうのは、ですね、えー、あんまりですね、えー、国民から支持されてない部分があるわけなんですよ、まあ、こいつら勉強できるかもしれないけど、バカなんじゃんと、でこういうのは、ですね、えー、そのいわゆる我々一般庶民がですねそういうふうに思うっていうのは、一般庶民がですね、えー、そういうその頭のいい人たちに嫉妬して、ですねまあそういうこと言ってるわけではなくて、ですね、えー、本当にですねバカだからなんですね。 えー、それをちょっとお話したいなというふうに思うんですけど、えー、私はですね以前、ネットウェクとですね知識人というのを比較した、まあ、動画を上げたんですよ。でその中でですねこういうような言い方をしたんですね。えー、ネットウェクというのは頭は悪い。だけどバカではない。知識人というのは頭はいい。だけどバカだって。でここでですね頭がいいっていうのは通常よりもまあいわゆる知識を持っていらっしゃる方ということです。でもう一つはですね推論能力を持っている人ですね。 つまり、一つのことがいろいろこと考えて、ですね、まあ、次から次へと考えられる人ですね、分かりやすい例でいうと、将棋の棋士みたいな人ですね、でまあ、将棋を支える方っていうのは、次から次へとですね、人よりもですね、まあ、先々先,先と読めるわけなんですよ、つまりこういうのがですね、頭のいいというわけなんです、で他方です、ね、バカであるかどうかっていうのは、ですね、えー、そのいわゆる同じことを繰り返すやつはバカなんですね。 例えばですね、日韓関係を改善するために韓国に対しては真摯に謝罪しなければいけない、なんていうことを言ってる人っていうのは、このことを読んでですね、まだそんなことを言ってる人っていうのは、ただ単にバカとしか言いようがないわけですね。だからそういう面で言うと、おまあ、一年ほど前になりますけども、そういうようなことをですね、記者会見してやっていた東京大学の名誉教授とかですね、一つ大学,大学の名誉教授っていうのは、非常に頭はいいんでしょうけど、きっとバカなんだろうな、というふうに思うわけなんですよ。 で、あの前提として言っておきますけど、この知識人というとき、ね、私はまあ比較的こう批判の対象として言っている知識人というのは、左翼系の人です。昔の進歩革新的なイデオロギーを持って、ですね、どちらかというと、反自民党的で、反体制的で、ですね、反日的な国に対して親権感を持っている人ですね。だからそういう知識人というのは、ですね、私はあの結構、まあ、批判的にまあものを見ているわけなんですけど、そういう人というのは、ですね、日本国内においても国民からあんまり支持されてないわけなんですよ。 なんでそういうようなことになるのかっていうとですね、えー、それはですね、えー、国民の方がですね、そういうその知識人という人たちに対してですね、微妙に感じてる部分があるんですね。で、この人たちは反日だっていうふうに思ってるわけなんですよ。で、なんでこの人たちが反日なのかっていうとですね、えー、この人たちはですね、国民を見下してるわけなんですよ。で、それもですね、え、彼らはですね、国民がバカだから見下してるわけではないんですよ。 先ほどのですね、まあ私の基準から言うとですね、その、こういう知識人に比べるとですね、一般の国民っていうのはずっと頭は悪いでしょう。だけどですね、そういうことで、その知識人はですね、国民をですね、小馬鹿にしてるわけではないんですよ。彼らはですね、国民をですね、小馬鹿にしないと生きていけないんですよ。どういうことかっていうとですね、知識人というのは本来ですね、国民から尊敬される存在なんですね。まあ普通より頭いいわけですから、もちろんそうですよ。 だけどですね、日本のですね、知識人というのはまあそういうふうにならないんですよ。なぜならば彼らですね、先ほど言いましたように、左翼系の人たちっていうのは、ずっとですね、彼らに言ってることが外れてくるからなんですね。戦前のですね、まあ明治時代とかの知識人っていうのはどういう人なのかっていうと、まあ基本的に外国ができる人なんです。 で、そういう人たちっていうのは、外国の進んだ文化っていうものを翻訳してですね、日本に紹介することによって、あやっぱりこういうなんとか先生ってのよく知ってるなぁと、俺たちが外国のことなんて全然わかんないし、外国語のこともできないけども、先生が翻訳していただけるおかげで、私たちずいぶん助かるなぁってことが、彼らにとっての、まあ、いわゆるプライドの源泉になったわけなんですね。まあ、いわゆる尊敬されるわけですよ。まあ昔は蘭学なんですオランダ語を喋ったりね。 えーまあ、その次は英語をしゃべれるなんてことがあったわけですけど、こういうことができる人って普通にはあんまりいなかったんです、だからそれだけで彼らは尊敬されたわけです、だから夏目漱石なんかが向こう行って、ですね、えー、ロンドンのことについて書いたりすると、おやっぱり夏目先生、すげえなーっていうふうになるわけです、で戦後になると、ですね、いわゆるその戦前を否定するという考え方が一般的になるんですね。 だから彼らはあその、なんでこんな戦争が起きたのかと、それはです、ねえー、その日本の軍国主義が悪いからだとで、そして日本の軍国主義が悪いということは、軍国主義に弾圧されていた、いわゆる左翼的なイデオロギーが正しいというふうになってくるわけなんです、でそこで,です、ね、いわゆる共産主義だとか社会主義だという理論にです、ね、精通した人たちがです、ね、国民のまあ,ある種の支持を集めるようになるんですね。 えまあ、三井三池炭鉱事件なんていうのがあって、まあ、その時は総資本対総労働なんていうことをまあ言われましたけれども、それを指導していたのが、社会党のですね、えー、まイデオログである、まき坂さんというですね、こういう人がですねすごく尊敬されたわけです。まあ、この方はですねあの資本論なんていうのをですね日本に翻訳された方でもあるわけですよ。つまり、まあ、こういうようなです、ね、イデオロギーっていうのが、ある種戦後の知識人っていうのは独占することができたんですね。 で、今現在ですね、そういうような外国語を喋れるとかですね、まあそういうようなことっていうのは一般の人でも結構できるようになったし、翻訳ソフトも充実してますしね。だから外国ができて、その外国のうまいことを紹介するっていうことが尊敬を集めることができなくなったわけです。そして彼ら自身がずっと支持してきたですね、いわゆる進歩革新的なイデオロギーを持つ人たち、まあそういうような人たちっていうのもですね、えー、まあ全く支持されなくなってきたわけです。 共産国家を作りましょうとか革命やりましょうって言ったってですね、もう、党の共産党だってですね、共産主義の国作ったってダメだってこと分かってるわけです。そういう面で言うと、知識人として尊敬されるようなネタが今現在ないんですね。まあ、自民党に反対、自民党に反対っていうようなことばっかりはやってて、それに対してある程度の支持があるんですけど、それは知識人を支持されてるっていうのもですね、自民党の悪口言ってるから支持されてるっていうことなんですよ。じゃあですね、彼らが何によって自分たちが実感するのかっていうと、 結局そこにあるのは国民を小馬鹿にすることなんです。先ほど言いましたように彼らはですね、左翼的なイデオロギーを持っている。つまり自民党に反対している人です。だけど自民党が毎回毎回選挙に勝つんですね。で、そうすると彼らは悔しいわけです。そういう悔しさ、そのまあ敗北感、そういうものをどうやって晴らすのかというと、結局国民の悪口言うこと、国民を馬鹿だ馬鹿だっていうこと、もっと言うとそういうことを思い込むことによって、自分たちの心の隙間を埋めてるわけです。 彼らは国民をバカだとと思わなないいいられないんです国民がまともで国民が正しいってなったら、自民党を支持してることも正しいことになってしまうし、ということは自民党を批判してる自分たちも間違えてるということになるんです。前提として言っときますけど、私、慎重義はです、ね、自民党をそんなに支持してはいません。ただし、日本では一番優秀な政党だと思っています。優秀というのは当然のことは相対的なものです。他の政党よりいいということです。結局、こういうことなんですね。彼らは国民に支持されてないということをひしと感じるんです。 自分たちの言ってることを聞いてくれてるなら自民党をゲアするはずですから。その時に帰れば自分たちが間違ってましたとは思えないんです。そうじゃなくて、自分たちを任してる国民は馬鹿なんだって思い込むことなんです。そう思い込むことによって自分たちの心の隙間を埋めているんです。それが日本の知識人のやってることなんです。そして私たち国民というのはそういう知識人のですね、上から目線でに国民を見下してるということを敏感に感じ取ってるんです。 うまく言語化できないと思うんですけど、あ、こいつらあれだなと、反日だなってことはすぐわかるわけです。そして、まあ、先に答え言ってましたけど、国民を見下すということは、日本を馬鹿にしてくれる、日本を悪口でくれる人たちっていうもの、つまり反日国、韓国のような人たちに積極的に迎合する心理になるんです。彼らが、日本のことを馬鹿にしてくれると、日本は歴史を真摯に反省していないと、歴史を偽造捏造してくれるっていうと、そうでしょうと、あいつらバカだよねと、日本国民バカだよねって、 そういうことによって、彼らは心の隙間を埋めてるわけです。だから知識人というのは、国民から見放されるようになるんです。知識人というのが、日本社会の中で受け入れられてない理由、彼ら自身が国民を小バカにしてるからなんですよ。逆に言うと、国民を小バカにしないと、自分たちの薄っぺらいプライドを満足させることができないんです。なぜならば、彼らは政治的な敗北者だから。政治的には本来は、国民が支持しているものっていうのは正しいってことになっちゃうんです。 だけど、彼らは国民を見下すことによって、その本来正しいはずの自民党政権、安倍政権というものを否定することができるんです。だから彼らはずっと国民を見下さなきゃいけないんです。国民はバカなんだと思わなきゃいけないんです。それだけは彼らが自らのプライドを満足させる道なんです。だからこれからも彼らは韓国に対して積極的に迎合していくるでしょう。韓国が反日をやることが彼らの唯一の楽しみなんです。 彼らは反日をやることが唯一の楽しみなんだということをですね、私たちはぜひ認識するべきだなというふうに思います。動画を聞いていただきましてありがとうございます。またですね、下の方にブログ、ツイッター、ラインアウトつけてあります。登録していただいたらありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。